手動式、パイプベンダー油圧タイプのパイプベンダーパイプベンダーは、対象材を感染用とし、常温で扁平することなく、曲げるための工具または機械。パイプベンダーの目的は、パイプを扁平することなく滑らかな曲がり角形状を得ることである。力源により、手動、電動、油圧式がある。また、チューブベンダーとも呼ばれる。 日本名で言われることは少ないが、缶曲げ機である。作業現場では、単に、ベンダーとも言う。他に類似工具、機械として、鋼材を対象材とした曲げ機、メタルベンダーがある。外形用、スプリングベンダーは、難動、アルミニウムと他の柔らかい金属管を曲げるのに1、4、5、16、3、8、7、16、1、2、5、 鉢のサイズがある。使い方は、最初にちょうど曲げたい管の外形寸法の上に滑り落ちるサイズのスプリングベンダーを選ぶ。そして、曲がり角の中央になるように管の上にベンダーを滑り込ませる。両手でベンダーを掴んで曲がり角を作る。ベンダーの管を拘束する作用により管が曲がり角で崩れるのを防ぎ、滑らかなカーブを製造する。その後、ベンダーを取り除くために、 鈴状の端部を掴んで、ベンダーを管から引き抜く。内径用スプリングタイプベンダーは3、8、1、2、5、8がある。管の両端がフレアされているとき、このタイプが使われる。外径用スプリングタイプは使用できない。内径用スプリングベンダーで管を曲げるために適当なサイズのベンダーを選んで、管の中にそれを滑り込ませる。 その長さのセンターが提示された曲がり角の中心になるようにそれを挿入する。両手で管を掴んで曲がり角を作る。ベンダーが簡単から突き出ているならそれを引き抜いて取り除く。そうでない場合、ウォ用ヨワイヤーや他の単純な手段で取り除く。レバータイプのハンドパイプベンダーはハンドル、半円ブロッククリップスライドバーの4部品で構成されている。 半円ブロックは0度から180度の曲がり角の範囲でマークされている。チューブをツールに挿入し、そしてマークを一列に並べた後に、スライドバーの印が半円ブロックで曲がり角度の望ましい位置に達するまで、スライドバーを周りに動かす。この種のベンダーは3、16、1、4、5、16、3、8、1、2のサイズがある。 大きい寸法の寛容に類似した回転軸タイプのベンダーが使われる。唯一の違いは、これらのより大きなベンダーは、より大きな力をかけるために操作力拡大のためのギアを入れられるということである。それらは、ラチェット式、ベンダー、ギアタイプベンダーと呼ばれている。パイプベンダーは、空調機器の配管、電線管や、 自動車のマフラーブレーキパイプ等の各種配管の曲げ加工、家具のテーブルの足や椅子など様々な分野でのパイプの曲げ加工に使用される。手動式導管用パイプベンダーのメーカーでは、海外でインペリアルが国内ではスーパーツールがよく知られている。他に浅田リッチット等がある。油圧式では、泉正式製作所製が電動ベンダーでは、 イタリアのエルコリーナが知られる。ありがとうございます。